皆さんこんにちは、亀まる子です。どうも、ワニです。こんにちは、荒崎太です。はい、今ね、今日3人でワニさんちに来てるんですけど、見てください、これじゃじゃん、この量の、これは都引きガエルですよね。はい、あれどうしたんですか、ワニさん、この量の都引きガエル。こちらですね、沖縄の大東諸島っていうところの、まあ、南大東島と北大東島っていうのがあるんですけども、はいはいはい、南大東島の方に行って乱獲してきた子でございます。これ取って大丈夫なんですか。そうですね、この頃原産地の宮古島の方では条例で保護されている生き物なんですけども、うん、大東諸島の方ではもう外来種として輸入してしまって、はいはいはい、むしろちょっと在来の虫とかを食べちゃうね、厄介者扱いされている生き物なんで、へー、うん、そいつらを、まあ、捕まえて全部買うのは俺は難しいんで、いろんな人にね、売ったりとか渡したりして厄介者扱いされるんじゃなくて、誰かのね、元でペットとして飼われる方がこの子らも幸せかなと思ってね、捕まえてきて、今いろんな人に配ってるところです。なるほど。じゃあこの子たちは飼っても大丈夫ってことですね。あ、泣いてる。男の子だと泣くんですか。そうです。へえ、女の子は泣かない。女の子泣かない。あと見分け方あります、それ以外に。なんか顔つきとか、顔つき、腕の太さとか、お空が太いとか言うけど、正直ちょっとちっちゃいからよくわかんないですね。これいいんですか、私今日、うん、お迎えさせていただいても。いいですよ。やったー。2匹欲しいな、はい、ぜひ。いろんな色、ね、柄模様の子いるから、自分の好きなやつを探して。大きめのやつがいいっすね。なんかそう、いろんな、なんかこうね、見るとね、こう模様というか、なんか色合いが違うんですよね、うん、一人一人、顔つきもそうですけど、でもやっぱなるべく太ってる子で明るめの色がいいな。こいつとか綺麗だな。元気。かわいい。かわいい。顔つきが全然ね、他の引き換えと違ってかわいいんですよ。うん、ペタペタしてね。え、この子候補だな。顔つきかわいいね。元気そうな子。この子かわいいね。どうしようかな。これって、うん、オスオスメスメスでも別に入れてても大丈夫なんですよね。全然何も問題ない。悩む。その子もなんか 顔が横に広い子もいい。これ男の子。夜中とかめっちゃうるさいとかありますか。いや全然、持たなきゃ泣かないもん基本的に。もう一匹、さっきのワニさんに言ったのこの子だっけ、うん、この子にします。一匹はもう、はい、毎度かわいい。この子と、ありがとうございます。あと1匹。この子も色綺麗だな。この子綺麗、可愛いですね。綺麗、明るくて。この子にしようかな。綺麗ね。この子メスオス分かります。メスだね。メス、さっきのオス。いや、わかんない。さっきのメスだった気がする、うん、メスメスか、うん、メスメスでもメスは鳴かない、うん、あ、鳴いてもいいか、一匹、うん、あ、じゃあメスオス、男の子。どうしよう。じゃあ、あ、こう鳴くのがオスですね。じゃあこの子の子どこにしようかな。どうしよう。3匹多いですか。いいよ。じゃあこの子とこの子とその子にしようかな、オスで。オス少ないですもん、多分その子。少ない。なんか少なめだし、なんか色が明るい系のオスが少ない、うん、それが結構明るい系かな。いい色してる。あと明るい系の、それ見せてみたい。これ明るくないけど、あ、この子、はい、ちょっとあれか。いや、めっちゃ可愛いですね。これワニさん何ですか、巻いたんですか。網ですか。素で。素で。こいつらはね、動きがすごい遅いし、ジャンプもあんまりしないし、手掴みでスッと取れるんだよ、簡単に。手掴みで捕まえたんですか。うん、すごいですね。ちょっと今切り落とも、あー、かわいい。じゃあね、これちょっと入れようと思います。この子と、今ワニさんのオス、合計3匹。あれ、もう一匹残ってきてる。しばらくの間だけ我慢していただいて。はい、ということでお家に帰ってきました。いや、宮古ヒガエルちゃんね、
うちに来たんですけどもね、早速ね、もうセッティングをしていきたいと思います。もうね、いろいろ揃えてあるのです。大丈夫？キノコ。大丈夫？元気？あ、やばい。ちょっとね。よいしょ。はい、この子たちです。3匹見えるようになりました。ということで、セッティングしていきたいと思います。はい、ということで、もうね、なんかすぐにね、帰るようにね、ちょっと準備しといたのでね、これからパパッとセッティングしていきたいと思います。保湿、消臭、敷くだけに合わない天然素材。ちょっとね、リオパソイルちょっと余ってるからね、ちょっとこれもね、これ入れてから入れよう。はい、リオパソイルを引いてと。おー、ホワイトソイル、初めて。おー、すごい。すごいこれ。結構保湿がされるね、土がいいみたいですね。まあ結構なんか、とりあえず水が使われるところがあればいいみたいです。よし。はい、で、こちらね。はい、シルターを置きます。シルターを、ここでいいかな。ここに置いてと。ちょっとね、100均でね、ちょっと飾りを買ってきました。この飾りもちょっとつけたいなと思います。じゃじゃん、100均のやつの飾りね。こんな感じでいいかな。倒れないように、ちょっと深くやるか。はい。水入れ。ね、1個だとあれなんで、水入れは2つかな。こんな感じで。よいしょ。こんな感じかな。よし。これ疲れるかな、ちゃんと。ちょっと浅いかな、どうだろう。タッパーとちょっと悩んでるんで、一回入れてみようかな。じゃーん、どう？あー、どうだろう。もうちょっと使われた方がいいな。はい。どうですかね。使える方がいいかな。これぐらいでも大丈夫かな。よかったら誰かアドバイスください。よいしょ。かわいい。いや、かわいいな。隠れたいみたいですね。ミヤコヒガエルってなんでこんな可愛いんだろうね。はい、ということでね、皆さんいかがでしたでしょうか。今回ね、ミヤコヒガエルをね、飼ったよといった動画でした。本当にね、ミヤコヒガエルって愛嬌があって、最近イベントとかでもね、よく売られてるの見るので、この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、カメマルコでした。バイバーイ。